今日の演習はまた一段と厳しいみたいね。手軽に回復できる便利な料理をささっと教えてあげちゃうわ。そうそう、食材も忘れずにね。今もらった食材で料理を作れちゃうんですか？ええ、基本的な料理はもちろん作れるんだけど、食材の中には魔獣が落とすものもあるの。そんな材料をたくさん使う料理は食材を集めるだけでも一苦労よ。確かにいろいろと変な食材があったわよね。なるほど、働かざる者食うべからずですね。料理についての詳しい説明はブレイサー手帳にもあるから、時間があるときに見ておいて。それじゃお二人さん、演習頑張ってね。うん、ありがとう。お料理試してみますね。Thank you.
Thank you.
せしよう。美の真髄を。Thank you.
Thank you.
酔いしれたかな？
酔いしれたかな？知らないわね。
Thank you.
エステルたち、やっとのことでうちのトルタも目を覚ましたぜ。ほんと今回はいろいろと心配ばかりかけちまったな。そんな気にしないでよ。それが私たちの仕事みたいなものなんだし。ええ、エステルの言う通りよ。ところでまた何か依頼があるそうじゃない。おっと、なんだ、そっちの話で来てくれたのか。実はとある料理の調査と食材の収集を頼みたいんだ。どうだ、やってる時間はあるかい？うん、大丈夫よ。で、どんな料理のことを調べてくればいいわけ？ああ、
探してほしいのはある煮込み料理のレシピさ。仮にロレント風ごった煮と呼ぶことにしよう。ロレント風ごった煮。正直あんまり食べたくはない感じね。ええ、胃にもたれそうだわ。まあ、あくまで仮の名前だから気にするな。ともかく、この料理のレシピを調べてほしいわけさ。町の中で話を聞けば、きっと何かわかると思う。一昔前にはどの家でも作っていたそうだからな。なら、料理に詳しそうな人とお年寄りに話を聞くべきね。昔の家庭料理のことなんて若い人たちは知らなさそうだし。うん、的確な意見だね。ま、調査の方針はそれで問題ないと思うけど、肝心の料理についてはまだまだ情報が不足気味ね。確かにそうかも。せめて何が入ってたかぐらい知っておきたいところだわ。おお、それはもっともだが、悪いがその料理のことはラオじいさんに聞いてくれよ。え、なんでここでラオじいさんが出てくるの？出てくるも何も話の出どころはじいさんなんだよ。なんでも夢の中で懐かしい料理を食べたそうでな。ぜひ作ってくれとうちに来たのがそもそもことの始まりだったのさ。なるほど、そんな経緯があったんですか。でもわざわざ作ってもらいに来るなんて。その料理そんなに美味しかったのかしら。味のせいだけとは限らないわよ。ひょっとしたら何か思い出でもあるのかも。じいさんは何も言わないが、きっとそうなんだろう。ま、そんなわけで、なんとか食べさせてやりたくってな。なかなかの美談じゃないか。そういうことであれば、この僕も協力は惜しまないよ。うん。ラオじいさんもやっと目を覚ましたわけだしね。会期祝いに好きなものをお腹いっぱい食べてほしいわ。それじゃあ料理のことはラオじいさんに聞いておくわ。何か他に仕事のことで聞いておくことはないかしら。ああ、これは問題のレシピが分かった後の話なんだが、それに必要な食材も一緒に持ってきてくれないか。もしかすると珍しい食材を使うかもしれないからな。了解よ。じゃあ報告に来るときに材料も持ってくるわね。ああ、それでお願いするよ。どんなレシピなのか、なんだかワクワクしてくるな。期待を裏切らないように頑張って調べてくるわ。いい報告を期待してて。ああ、よろしく頼むよ。料理はまだかのう。さすがに昔の料理じゃし、シェフも苦労しとるようじゃな。ラオじいさん、ちょっといい？おお、誰かと思えば、カシウスのとこの娘か。なんじゃ、わしに何か用でもあるのか？デッセルさんに注文した料理のことを聞きたいんだ。ほう、料理とな。ひょっとして夢で見た煮込み料理のことかの？ええ、その料理のことよ。実はデッセルさんの依頼でね。
おお、じゃあお前さんたちが調べてくれるわけじゃな。ほほ、こいつは心強い味方ができたもんじゃ。一つよろしくお願いするぞい。それはどうも。でも調査を始めるにはまずラオじいさんの協力が必要ね。その料理について詳しい話を聞かせてほしいの。材料とか味付けはもちろん、どこで食べたとか何でもね。なるほどなるほど。まずもう知っておる通り、この料理は煮込み料理じゃ。でもって基本となる風味はブラックペッパーじゃったはずじゃ。スパイスが効いておってさっぱりした感じじゃったな。はいはい、ブラックペッパーが効いてたと。あ、続けてちょうだい。うん、主な具材は肉もしくは白身魚じゃったな。わしの好みは肉じゃから、ここは肉と言っておこう。骨ごとしゃぶりつくのがたまらなくうまくてのう。それからハーブの類も入っておったはずじゃが、残念ながらその種類はすっかり忘れてしまったわい。匂いは覚えているんじゃが、何の香りかはわからんのじゃ。ええ、もどかしいの。具材は肉か魚で、今回は骨付き肉を希望と。あとはハーブが入っていたけど種類まではわからない。こんなところかしら。だいぶ具体的になったわね。ああ、これだけ材料があれば聞き込みも十分にできるはずさ。うん、少しは役に立てたかの。十分にね。わざわざありがとう。そいじゃ調査の方を頼むぞ。レシピが見つかるのを楽しみにしておるからな。こんにちは、パンジさん。ご機嫌いかがかしら。おお、お前さんたちか。わしに何か用かの。実はね。ラオじいさんとパンデュさんって多分同じぐらいのお年よね。この料理について何かご存知だったりはしない？確かに若い頃には食っておった気もするが、わしゃラオのやつと違って食い物に無頓着じゃからの。正直に言うとあんまり覚えておらんのじゃわい。あらら、そうなんだ。これはどうやら空振りのようだね。すまんな、お役に立てんかったようじゃ。気にしないで、他を当たってみるから。ならば町のばあさん連中に話を聞いてみるといいじゃろう。わしらぐらいの年代じゃったらきっと作ったことがあるはずじゃ。聞いてもいい？あら、何かしら？煮込み料理ね。ひょっとしてレシピをご存知だったりしない？おあいにく様、そこまで料理に詳しくはなくてよ。食べたことはあると思うけど、
作り方となるとさっぱりだわ。ダメか。なかなか手がかりが見つかりませんね。まあ焦っても仕方ないわ。ここは粘り強く行きましょう。うん、諦めたらそこまでよね。おばさんもご協力ありがとう。いいえ、お礼なんて結構お仕事ばかりで大変だけど、しっかり頑張るのよ。うん、了解です。それじゃ失礼するわ。遊撃士さんたちだね。うちのルックもやっと目を覚ましてくれたよ。すっかり元気になっちまってね。もう外を走り回ってるはずさ。あ、うん、もう様子を見てきたわ。ほんと前よりも元気になったみたいだったわね。調子に乗って怪我しないかと、今度はそっちの方が心配さね。それはそうと、何か用事でもあって来たんじゃないのかね。あ、わかっちゃった。実はマギーばあさんに聞きたいことがあるんだ。おや、なんだろうね。保証の効いた煮込み料理ね。確かに食べてはいたけど、私は作ったことないよ。親の手伝いで忙しくて、いつも簡単なもんだったからね。あらら、そうなんだ。他を当たった方がいいかもしれないわね。ああ、悪いがそうしとくれよ。なんだい、エステル。私に用事でもあるのかい？うん、ちょっと聞きたいことがあるのよ。ああ、そりゃスパイスの煮込みのことだね。昔この辺りでよく食べてた伝統料理だよ。ご存知なんですか？俺は知ってるよ。昔はどこの家でも作る定番の料理だったからね。あ、デッセルさんもそんなこと言ってたわ。うん、きっとそれよ。そのレシピを探してたのよ。もしよかったら教えてくれないかしら。あー、教えてやるのは別に構わないんだけどね。私の知ってるレシピは多分探してるもんとは違うよ。そこんとこだけ初めに納得しておいておくれ。え、違うって同じ料理なんでしょ？どういうことだい？私のレシピは我が家に伝わるものなのさ。だから元のお料理とは味も変わってしまってるんだよ。それでもいいって言うなら教えてやるけど、どうするね。つまりアレンジされてるってこと？できればオリジナルを知りたいけど。でもここはとりあえず教えてもらいましょうよ。このまま手ぶらで帰るわけにもいかないわ。それにお年寄りのご好意を断るのは失礼というものさ。うん、そうだね。
話は決まりだね。どれ、それじゃ早速レシピ帳を持ってくるとするよ。ええ、よろしくお願い。ずいぶん探すのに時間がかかるわね。そう焦んなさんな、ほんの少しの辛抱じゃない。お達者とはいえご高齢には違いないからね。ここはおおらかな気持ちで待たせてもらうこととしよう。ああ、そういえば、そうそうそうだよ、道理で見つからないわけさ。お前さんたち待たせちまって悪かったね。あんまり遅いんでさぞチリチリしてただろう。ううん、そんなことないわよ。それでレシピ帳は見つかった？ああ、それなんだけどね、実はだいぶ前に誰かにあげちまったみたいなんだよ。は、はい？それは困りましたね。すまないね、今の今まで忘れてたよ。古書集めが趣味とかいう人にどうしてもと頼まれてね、もう使うまいと思って気軽に渡しちまったのさ。ああ、世の中あんまり気前よくするもんじゃないね。はあ、ため息つきたいのは私たちだって同じよ。たく、誰だか知らないけど余計なことしてくれるわね。済んだことを呪っても仕方ないわよ。次にどうするか、今はそれを考えましょう。ええ、そうですね。レシピ帳をお持ちになった方が見つかればいいのですけど。気を取り直して調べるしかないか。確か古書集めが趣味とか言ってたわよね。心当たりの人物がいればそこから当たってみましょう。なんだか悪かったね、変な期待を持たせちまって。ううん、そんなことないって、一応は手がかりをくれたんだし。ええ、ご協力感謝してるわよ。それじゃ私たちは調査を続けさせてもらうわ。どうかしたかい？うん、特に用ってわけじゃないんだけど、レトラさんって本当にいっぱい本を持ってるわよね。ふふん、何しろ自慢のコレクションだからね。古書集めが趣味の僕にとってここは自分の城のようなものさ。古書集めが趣味か。念のため聞いてみちゃおうかな。ええ、確認してみる価値はあると思うわよ。うん？何のお話だい？で、話なんだけど、そのレシピ帳、レトラさんが持ってたりしない？ばあさんのレシピ帳だって？ああ、確かに以前譲ってもらったさ。え？本当に？ああ、伝統料理のレシピだからなんとか保存しておきたくってね、ばあさんにお願いして僕が引き取ることにしたんだ。そうだったんだ、間違いないようですね。ようやく当たりを引いたらしいわ。それじゃあ早速見せてもらいましょうよ。というわけでよろしくお願いするわ。ああ、お安いご用さ。とは言ったけど実はどこにあるのか僕にもわからなくってね。すまないけど自分で探してくれないかい？この部屋のどこかにあるのは確かだからさ。あ、うん、了解よ。見せてもらうんだしそれぐらい自分でやるわ。
よしっと。しっかりメモしたわよ。正直意味はわからないけど。ま、解読はプロに任せましょう。必要な食材もわかったことだし、さっさと用意して報告に戻るわよ。エステル、調査の方は進んでるか？うん、一応だけどレシピが分かったわよ。おいおい、もう見つけたのか。いやー、仕事が早いね。遊撃士ってのは大したもんだよ。でもそう手放しで喜ぶわけにいかないのよね。お、どうしてだ？実はね。なるほど、そういうことか。だが贅沢言っても始まらん。ここはそのレシピでよしとしよう。ごめんね、デッセルさん。オリジナルが分かれば一番良かったのに。なーに、基本的な部分はそう変わらんはずだからな。あとは俺の勘と経験でなんとかカバーしてみせるさ。大した自信じゃない。いやはや、さすがはシェフだね。じゃあとにかく調査結果をお伝えしておくわ。なるほどなるほど。大体は予想通りだが、意外な材料も使われてるな。これで本腰入れて調理に打ち込めるってもんだ。ってことはこれで依頼は完了ってこと？おう、そういうことだな。と言いたかったが、食材の調達も頼んでたよな。ええ、そういうお話だったわね。準備はできてる？待ってね。全部揃ってるわよ。ご苦労さん。これで準備は完了だな。じいさんの納得する料理が作れるかどうか、あとは俺の腕次第ってことだ。よし、気合を入れて調理に取り掛かるとするぜ。なるほどの。そうか、もともとのレシピは見つからなんだのか。残念ながらいろんな人に話を聞いてみたんだけど、結局知っている人には出会えずじまいだったのよ。いやいや、元はといえばこれはわしのわがまま。そんなに気を使う必要はないぞい。まあ、あの味が二度と味わえんかと思うと、
けどじいさん、諦めるのはまだ早いかもしれないぜ。ほう。俺の作った料理はきっとその味に近いはずだ。エステルたちのレシピだって懐かしい味には変わりないさ。そうそう、喋ってたらお料理が冷めちゃうわよ。そうね、せっかくの料理なんだし熱いうちに食べちゃわないと。ほんと、周りで見てるこっちの身にもなってよ。さっきからいい匂いがしてずっと我慢してるんだから。食欲をそそる香りだね。これに負けないワインがあるといいんだが。で、もうすっかり食べる気になってるし。いや、全くじゃ。つい話し込んでしまったわい。どれ、では遠慮なくいただくとしようかの。ごっくり。さすがに緊張するな。この味は。どうかしたの？これじゃ、まさにこれじゃよ。わしが夢で食べたあの煮込みじゃわい。あらま。まあ。本当かよ。本当じゃよ。昔懐かしいあの味と寸分の違いもないわい。わしが食べたかったのはズバリこれなんじゃ。すごいじゃない、デッセルさん。夢の中の料理をまんま作っちゃうなんて。確かに自信はあったが、正直ちょっとできすぎだな。いやいや、謙遜せんでくれ。料理の出来は完璧じゃよ。わしの求めていたのはこれ。思い出してしまうのを。過ぎ去りし青春の日々を。わしが憧れておった娘さんもこの料理が大の得意でのう。あの娘が嫁いだ時は男泣きに泣いたもんじゃ。なんかもろに青春って感じね。へえ、そいつは初耳だよ。じいさんも若い頃は熱いやつだったんだな。若さの特権ね。若さの特権か。まったくその通りじゃよ。今では何もかもすっかり変わってしまった。天使のようだったあの娘もまるで星あんずじゃからの。誰が星あんずだって？その声は。ブルームばあさん。まったく、こんな大勢の前でレディの悪口を言うとは。じいさん、あんたは相変わらずひねくれ者だね。いや、これは単なる言葉のあやで。どうしたいばあさん、うちに来るなんて珍しいな。久しぶりよね。さっきこの人たちがうちにレシピを聞きに来てね、気になったから様子を見に来たわけさ。じゃあこのレシピは。我が家に伝わる調理法だよ。この煮込みは娘時代の私の得意料理だったからね。このラオじいさんにもよく作ってやったもんさ。ということは、おじいさんの憧れてた娘さんって。
時の流れは残酷じゃのう。なんだい？別に。まあ、何にせよ。またこうして昔の料理を食べてくれるのは嬉しいよ。どれ、せっかく来たんだし、久しぶりに作ってみようかね。あんたたちも伝統の味を楽しんでいっておくれよ。あ、それは楽しみ。おう、ぜひそうしてくれ。俺もこの料理のコツを勉強しておきたいからな。それじゃあ台所を借りるよ。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいね。何か依頼を達成したらまた報告に来てちょうだい。
気がするんだけど、もしかしたら王国軍が修復したのかもしれません。なるほど。
Thank you.
けられないんだ。お前たちは、エステル君とヨシア君。お久しぶり。ご無沙汰しています。そうだったのか。すまん、感謝するぞ。俺たちも生徒を助けるために何か協力できることはないか。気持ちはわかるが、敵はプロの傭兵部隊だ。安全が確認できるまでここで待機をお願いしたい。そうか。生徒たちのことよろしくお願いします。ええ、任せてください。さんにヨシア君。びっくりさせちゃったかな。実はそう、 ありがとうね、助けに来てくれて。それで学園内の様子はどうかしら。まだ戦闘は続いているの？正門付近での戦いも含めて未だ予断を許さない状況だ。先生方も安全が確認できるまでここ。そう、仕方ないわね。生徒たちのことどうかよろしくお願いします。そうだ、これを持っておゆき。おばさん、あ、いいんですか？何、助けてもらったお礼さ。人助けもいいが、くれぐれも気をつけるんだよ。ありがたくいただきます。上がりにでも飲むといい。
原理なんだろう。よくわからないけど、とんでもない技術よね。Thank you.